はい、札幌占い美容室ハイマカシの後藤です。で、今ちょっとカウンセリング受けてたんですが、なんだっけ、はい、オレンジ色になっちゃうんですね。結構髪質的にオレンジ味が出やすい髪質で、はい、で、いつもなんか結構外国人カラーみたいなくすんだ色がやりたくって、はい、見せるんですけど、なかなか多分カラーだけだったら、うん、オレンジっぽさが出ちゃって、うん、あんまりその理想の色にはなれなくって、うん、で、美容師さんに、多分オレンジが出やすいのが嫌なので多分、うん、アッシュ系を入れてくれたりするんですよ、うん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 、そしたら多分逆になんか緑が出やすくって、あ、緑が出すぎちゃったりとかして、アッシュすぎちゃったりとか、なんかちょうどいい感じのそのグレージュみたいな色になかなかあんまりならなくって、結構じゃあグリーンになったのどうしたんですか。それちょっと緑っぽくなった時は、もうなんか染め直してもらった時もあって、だし、ちょっとシャンプーして色抜けてちょうどいいくなって、それまでなんかそのまま過ごしたりとかしまして、はい、で今まであんまりそういう色になったことがない感じですね。そうですね、グレーってなかなかそんなにならないですね。で結構じゃあこんな感じちょっと難しいですねって言って、はい、まあなんとなく赤みがない感じで終わるみたいな。そうですね、暗くて暗めでちょっと あの赤みのないカラーになる感じですかね、大体。そうですね、それで抜けていきながらっていう感じですね。そうですね、ブリーチしてもやっぱり赤みが出るから、でもやっぱりなかなか難しかったかもしれないですね、暗い色じゃないと。そうですね、はい。長さはどうですか。なんかとりあえず髪の毛めっちゃ厚すぎるので、はい、ちょっと軽くというか、はいはい、厚さを消してもらいたい感じですね。ちょっと重たすぎるので、ちょっと重いですね、はい、はい、両取って、はい、両取って長さも、いや、そんなにちょっと 2,3 センチぐらいで大丈夫。長さは 2,3 センチ。はい、わかりました。じゃあそれでやりましょう。はい、お願いします。はい、まずカットなんですけど、まあ、10分ぐらいでカットしたいと思います。こう可愛い感じのスタイルでパートをちょっと通常より外側にして、ちょっとまあ彼女ちょっと量がね結構多いんで、トップの方を長さ切りすぎるとちょっと上にウエイトが上がりすぎやすい、上がってしまいやすいので、あんまりトップの方を切りすぎるの注意しようかなと思ってるんですけど、まあ、イメージのスタイルとしてはこの辺バーンとこう前下がりのラインに切っちゃおうかなと思ってます。前下がりに取って、細かい説明ちょっと今日めんどくさいからしません。ちょっと見て覚えてください。ただし、あの薄毛に行った時さ、結構宿取れないでしょ。取れないと思います。結構さ、いろんなとこから人来てるからさ、ホテルも満室ですね、大体。やっぱどこもそうなんだ、はあ、もう結構もう半年前とかだいぶ前から予定立てて予約してないと、もう急だと思う、本当に取れなくて困る。急に行こうとしてもさ、まあ、結構難しい。厳しいですね。なかなか取れないくてね。で、R2 セニングで、ラインぼかしながらちょっと切ってます。こんな感じ。かなりウェイトがこう上がったかなと思いますね。で、あまり上げると通常よりも2センチ下ぐらいで切っていくのが多分彼女の場合ちょうどいいと思うんで、後でそぎ入れたことによってまたウェイトも上がりますから、ちょっと長めで切りたいと思います。こっちもなんか長い、長いですか。長い、なんか長くなった。確かに長いでしょ。長いですね、結構長い。なんか長いよねこれ、どういうこと。
じゃあここはこの角度で切っていきますね。ちょっとこっち回すとあれなんで、はい、ここも上から持ってきて前下がりのラインに切ります。上から持ってきてイングラをイメージしてカットしてます。あれちゃん行ったら何時までやってるわけ？あれ、朝方とか。ああ全然、あのむしろずっとやってるの。昼間から9時までですね、多分。昼間から9時、夜9時まで。昼から 9時とか。そして9時になったらどうなの？もう終了です。あ、もう音終わって。今日終わり。あ、音がうるさいからね。なんか多分それもなんか周りのなんか、あー苦情的なやつ、苦情来ちゃうから9時でも、まあ、それは来るよ。朝9時で終わってそこからまた帰るのがきつそう。あの人が、そうですね、もう人混みがすごいと思う。それきついな。まあ、今日は R2 セリングでバババッとレザー感覚でカットしちゃいますね。なんか癖の感じ、癖あるかもしれない。これなんか癖なんかこれ切っていいのか、いいんですか。ちょっと切っても全然大丈夫。これなんか長いから切るの。はい、ここのバックをちょっと前下がりに切ります。まあ、あのボックス切りに近い状態ですね。ここはここ外ハネになってもいいんで、外ハネの状態でこう切っていきますね。あとはちょっとこの辺を、繋いでいくんですけども、細かく繋いでいきます。R を入れながら、R2 セニングでちょっとつながりを、つながりじゃないか、全体のまとまり感をちょっと出してベースを一回作ってからそぎを入れますね。でコンベックスでちょっとカットして、踊ってたら隣の人の汗とかついたりしない。そんなに気にする場合じゃない。密集したとこにいたら絶対つきますね。そんなに気にならないじゃん。いや、ちょっと気になる時もピチャッとなる、うん、ちょっと汗すごいすぎる人だったらちょっと気になっちゃう。女性だったらいいけど、女性なら全然ねえ。 VIP とか行ってみたい。 VIP ですか、うん、あれやばいですよね。うん、なんかいろんな人が、ホリエモンとかいそうなんか岡村とかいるらしい。え、岡村、うん、岡村ただし、ない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 、岡村マジ岡村いるわけ。岡村 DJ やってますからね。あ、そうなんだ。そうびっくり、うん、なんか意外。あの人はいたんだけど、なんだっけ、食通の。ああ、あの人もいるみたいですね。うん、うん、全然渡部でしょ。あ、そう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 。渡部はいそう。います。え、岡村マジ DJ やってんの？やってる。知らなかったよそれ。たまになんか。え、EDM 流してんの？都内の、はい。クラブとかでも。深川亮の間違いじゃなくて。あー、そう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 。いや、やってると思います。そう。意外。うん、そうなんだ。そっち系なんだ、あの人。そっち系みたいですね。そっち系に見えないの。全然見えない。全然見えない。なんか DJ やってる動画見たことある。あんの？あります。普通にやってました、イエイって。ほんと意外。まあポイントでウェイトちょっと上げていこうかなと思います。思った系統がどうかな。やっぱやめよう。なんかすごい重さがドンっていきそうだから、うん、ちょっと単純な感じなんですけど、もうここでペンシルシザーに切り替えて、もうペンシルシザーで軽くしちゃいます。で、バッグに流しながらペンシルで縦に引き出して、髪の毛のちょうど真ん中辺ぐらいまで毛がちょっと動く、曲がりやすいような感じでちょっと取っていきますね。はい、はい、でここで、ちょっと毛が動きやすいように。で、なぜペンシルで取るかっていうと、
彼女みたいな、こうね、しっかりした髪質の方、あまりセニングでやると結構ボワーって広がっちゃうんで、あのペンシル間違いなくボリューム取れるんですよ。なので僕がこういう場合はペンシル取って、束感をちょっとこう出していきたいと思います。